車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村クリニック院長、飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、やってまいりました。新型レンジローバー、はい、ボンドチャンネル多分初登場になるんじゃないかなと思います。そうね、レンジは、はい、はい、結構今売れてる。多分その、まあ、納車がね全然されてないっていう状態の方は多分非常に大きいと思うんですが、早い人はもう納車されて、ただ触ってる人は結構少ないですよね。全然少ない感じだと思います。ただ海外のカスタムシーンを見てると、いやもう海外やばい。その流行りにもうど真ん中の車なんですけれども、はい、今回ちょっとこの車を見ていく前に、はい、オーナー様に触れていいってことなので、はいはい、ちょっと触れていきたいんですけど、ガン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 触れてください。あの以前なんとご紹介させていただいた、はい、992のオーナー様の新しいお車ということで、はい、じゃあ重症患者様というよりかはちょっと予備軍な感じですね。重症患者、まあお仕事はね、はい、車関係というかもう板金屋さんの社長さんなんで、はい、ただ若干こう改造せずにはいられなくなってるという、いられないというか、まあ、はい、しないよしないよと言いながらオーダーするタイプで、飯村さんのところに来て、はい、あの若干悪化してるんじゃないかっていう、そうですね、もありますけれども、はいはい、そんなお客様になります、はい、そして今回この新型レンジなんですけど、なんか変わってないようで結構変わりましたね。いやー、うん、細かいとこ見ていくと全然変わってますね。めちゃめちゃ変わってる。でもとにかく凹凸がもう先代よりさらになくなってますよね。ない、本当。でもシルエットは変わらないんですけど、この凹凸のなさでこれカスタマイズ的にはどうなんですか、うん、個人的にはちょっとこうエアロパースとか、うん、まあ、ぼちぼち最近出てきてるじゃないですか、うんうんうん、1016でもリップが出てきたりとか、はいはいはい、あの辺とかって割とこうガラッと変わっちゃうんで、うん、やりにくいのもちょっとあるかな。確かにリップとかはちょっとなんか取ってつけた感が、前の方のレンジの時もそうだったと思うんだけど、フルバンパーで変えちゃうようなマンソリーのワイドキットとかだと全体的なシルエットが変わってイメージが変わるけど、リップだけとかだとちょっとこうアンバランス感が出ちゃう、原型の形になってるかもしれないですね。まあ、全体的な仕上げ次第だと思いますけど、うんうん、こう気軽にこうつけにくくなったなっていう感じありますよね、うん、他のとこともちゃんとバランスを取らないと。そう、1個つけることで結構ねバランスが崩れる車かなと。で結構難易度が上がってるんじゃないか、うん、で今回はそういったものは一切全くしてないんですよね、はい、でペイントカスタマイズもしてません。してないんですよね、はい、純正で全部このグロスブラックだったりとか、あと微妙にここがガンメタだったりするんですか。そう、このねガンメタの部分はまあ本職の方なんで、あこれじゃあご自身でというか塗ってもらう予定、はい、あそうなんですか。そう 今は全くノーマル、今は全くノーマルだけど、このガンメタの部分がちょっと何箇所かあるんで、あ、そこはなんかちょっとコントラストがあっていいなと思ったんですけど、塗ろうかなみたいな。なるほど、うん、じゃあこの辺は今後カスタマイズされる可能性がある。可能性があります。でよく見るとここのてっぺんというか、そう面はガンメタだけど、はい、そうなんです、正面だけガンメタで奥側がグロスブラックになってたりとか。でこのエンブレムも意外とそうなんですね、黒じゃないんですよ、ね、黒じゃないっていう。もうだからやめてもらっていいですかって感じですよね。そうなんです、どんどん純正でちょっともう紛らわしいわ、はい、ということでこの辺なんかもしっかり下側もすもんね。そうです。だからもう純正でかなり質感がいいんで、はい、うん、あんまりカスタマイズしなくてもこの辺はまとまりが出るんじゃないかな、うん、本当なんかホイールポンって入れるだけでイメージがガラッと変わるかな。そして早速横に行っていいですか、はい、行っちゃいますか。そんな車に入れたホイールがこちらでございます、はい、やってまいりました、はい、HRE935、はいはい、もう何本目ですか。いやもうねそれは飯村さんがそういうのいいですよってやってるんですか最近。いやまあもちろん僕がいいですよっていうパターンもあれば、これがいいって言われるパターンもあるし、お客様から僕の中では急になんかこう、はい、いやもう専門店とかっていうコメントも来てましたよ。そうね、ただこれめちゃくちゃかっこいいなと思ったんですよ。もう100点満点、はい、僕が点数つけるのもちょっともう厚かましいんですけど、はい、もう100点満点どころか120点満点ぐらい、はい、でもうこれのもうちょっと見ていく前に、うん、この雰囲気がなんか本国の方でもなんかシェアされたりとか、うん、そう HRE のインスタグラムの方にはこういうちょっとこうグッとくるような車はもう本当に数時間で過去最速のシェア具合でしたね。だから本当にアメリカでもなんか刺さってるんだなっていう、うんうんうん、ど真ん中来たっていう車なんだなっていうのをちょっと再確認しました。そしてその935なんですけども、はい、今回このフィニッシュがやばいですね。これやばいっす。これがなんと全面ポリッシュなんですか。これはい、フルでハイポリッシュのクリア。
ディスクもそうだし、このリムもそうだし、はい、ディスクもこの側面とかもですよね。もちろんです。天面だけポリッシュとかじゃなくて、はい、全部ポリッシュということで。全部ポリッシュです。これあの通常オーダーは通らないんですか？基本的にはオーダーしてもいいけどクレーム言わないでねっていう。結局職人さんの手磨きになって、この面積がでかいから、そうくすんでるとか曇ってるとかって言った時に、そう、まあ、ゴールがなくなっちゃいますからね。まあ、全然でも全然綺麗、はい、うん、クレームに全然ならないならない、はい、うん、ぐらいのクオリティが、うん、ただこれが次回も維持できるかっていうと、もうそれはもちろんそのメーカー側も言ってるぐらいなんでわからないんで、まあ、ちょっと冒険にはなりますけども、うん、やる価値は全然あるなと、うんうんうん。そして今回リム結構取れてますね。リム結構取れてるよね。レンジ取れるんですね。意外とキャリパーそんなに大きく、いや意外と結構でかいですね。そうで、あと935この間ちょっと別のホイールで見せても思ったんですけど、うん、ここのディスクが他のホイールより圧倒的に薄いんですよね。そうだからめちゃくちゃ薄いからキャリパー逃げるんだよ、はい、逆に言うとここはすっごい薄いっていう。でなおかつ裏側もこうスポーク形状に削ってあるんですよ、ね、そうだから重くなりすぎないし、うん、でなおかつこうディスクが奥に入れられるということで。そうこれリムこれどれぐらい取ってるんですか？前後ともに3インチ。3インチフロント取れるんですね、はい、取れてます。約7センチ8センチぐらい。そうだからそれも結局キャリパーが大きいけどきちんとセンターディスクが薄いからできてる。他のメーカーの似たようなディッシュでやろうと思ってもこれができない、取れない可能性は高い、はい、ということでこんな感じになってると。そしてサイズの方は今回24、はい、もうマックスサイズですよね。で、あと26もいけない。アメリカだといるみたいですね、うん、ただその荷重指数の問題だったりとか、そう、まあ、ちょっとその辺があったりタイヤがなかったりとかっていうのであるんで。だ今回そのレンジローバーって結構外径純正外径が大きくて本来であれば適正サイズは295-35-24。ちなみに今回はこれは295-30-24、あ、うん、なんでじゃあ 5% だけ。そうタイヤの厚みをわざとこう薄くすることでよりデザインが生きる、うん、この車のイメージとしてこうボテッとなりすぎない四駆感が少しこう軽減されるというかいうのを狙ってわざとタイヤ外径は小さくしています。確かにこの辺のサイズってタイヤの厚みめちゃめちゃ重要じゃないですか。そう厚すぎてもちょっとボテッと感出ちゃうし、薄すぎてもちょっとこう頼りない感じ出ちゃうじゃないですか。で今回本当に絶妙な、そうこれだから本当にこだわってのその 5% なんですね。35にするか30にするかということ で外径がわずかにちっちゃくなってるんですけどそんな感じしないですね、はい、そうあのイメージ的にはねなんかタイヤがちっちゃいなみたいな感じはないと思います。まあローダウンされてるのもあると思うんですけど小さくなりすぎるとここ開いちゃうじゃないですか、はい、はいはいはい、それがないんで、はいはい、ほぼわからないぐらいの外径ダウンぐらいの感じになっております、はい、そしてタイヤは今回ブレデステインのいつもの24インチ、はい、マンスリー御用達メーカー、はいはい、こちらになっております。そしてデズラも完璧です。はい、はい、そして今アクセスモードということで、はい、一番車高が下がっている状態なんですけれども、はい、さらに今回ローダウンもそう、やっぱり最初、まあ、レンジ系って結構アクセスモードできちんとペタッと下がるんでロアリングを組むっていうことをしなかった、はい、で形状自体もちょっと特殊な形状なんで IID でも出してない。あ、設定ないんですか？設定ないの。今回もとりあえずポンってはめてみてアクセスモードにした時にどうかなと思って見たらやっぱりこう外径がちっちゃくなってる分隙間が空いちゃってたんで急遽完全ワンオフの特注で、はい、ロッドを作って、車高下げました。じゃあ今後ローダウンしたいって言った方はもうノンストップでできるわけです、うん、データはあるんで、はいはい、なんでその辺参考にしていただけるといいかなと、はい、そして側面も本当に凹凸なくなりました、ね、そうだからこれもうドアパン食らったら終わるよね。いや本当っすよね何の凹凸もモールもなければ何にもない。そう何にもない。でドアの部分も今回これ出てますけど、はい、引っ込むんですよ、はい、そしてこのモールもなくなったんですね。そうだから全然だから細かく見ていくとそう全然シルエットが変わってるなって、うん、そしてフロント同様全部レンジグロスですからね、はい、高級感がサイドもすごいです。この辺もそしてここの辺も全部フルフラットなんですね。そうだこれちょっと車をなんかカスタマイズするの難易度上がってる気がするんですよね、うんうん、僕の中ではもうこれしかないでしょっていう、うんはい、もうど真ん中の、はい、もう完全フィット具合でハマってる感じするんですけど、はい、これちょっとこうごちゃごちゃっとしたホイールとか、うん、メッシュのホイールとか、うん、だとちょっとまた雰囲気違うのかな。そうだね、そうだね。なんでもう全体的な雰囲気に合わせてくると、うん、やっぱりなかなか難しい車になってくるの、はい、もうぶっといこうスポークのホイールか、まあ、ディッシュのホイールがやっぱり王道だなっていう、はい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 、より今回のこのシルエットそれを感じました、はい、これちょっとブラッシュドでもいいかなと思ったんですけど
あの車の高級感というかちょっとラグジュアリーな感じ、うんうん、にするんだったら、うん、もうポリッシュめちゃめちゃハマってるなって。いや僕真っ白がいいって言ったんだけど、それいいっすね。さすがに拒否されました。確かに真っ白、ちょっと LA のショップが作ってそうな感じもしますね。そうそうそう、ちょっと初回はここに行きたい。そうそう、初回はここがいいかな、はい、ということで今回リアもこんな感じになっております、はい。質問です、はい、飯村院長。はい、どうぞ、つやくん。これ今回、はい、新型レンジ、はい、リアの 4WS がすごい話題じゃないですか。すごい、なんか予習したら7度ぐらい、いやいや、もう何切れる、見えんのみたいな、見えちゃいけないとこ見えますらしいですよね、はい、なんかこうトレッド面が見えちゃうぐらい、はい、でこれって、うん、リア不得もちろんなってるわけじゃないですか、うんうんうん、問題はないんですか。まあ、もちろん問題ないからついてるんでしょうけど結局アクセスモードで走れないじゃない。でこの状態で走れるようにしちゃうと、もしかしたらこの前側とかが、まあ、むしろ後ろ側とかが影響するかもしれない。太くなってる分、うんうんうん、もう本来行かないところまでタイヤがこう行く可能性が、その状態で例えばバンプするとか、ね、まあ本当に低速だとは思うんだけど、うん、そういう時はあるかもしれないけれども、まあ基本的には SUV なんで車速が入るとすぐ車高は上がるんで、この車に関しては全く問題ないです、まあ、通常使用する分には問題ない範囲で太くなっていると、はい、じゃあこの辺もノウハウがないと、うん、もう何でもかんでも内側まだ余裕があるから、いや、もう太いの入れちゃうぜなんてやると事故っちゃう可能性があるということで、はい、そんなノウハウも詰まっております、はい。さあ後ろに回ってきまして、はい、あの紹介しますって言ったんですけど、今回あの紹介じゃなくてもうやや雑談になってるんですけど、はいはいはい、後ろもめちゃくちゃスッキリしてるですね。そう、このデザインがね、最初出た時に結構おえみたいな、あのアメリカのプラチナムモータースで実車多分見た今田さんもあれ初めてですよね。初めて、びっくり、もうテールランプというか、そう、もうどこが光るのってい う、でここが実は光るんですよね。ここがスモールとブレーキ でこっちがウインカーなんですよね。ここに実はそうレンズがいてウインカーが、日本仕様ヨーロッパ仕様は光る、でアメリカはここ光らないんですよ。アメリカはここ全く光らなくて、このテールランプが赤でウインカー。どこが光るんだなって言われましたけど、そう実はそんな光り方もするっていう。そうそうそう。そしてちょっといいですか、あの個人的にこのルーフのアンテナ、ね、これ飯村さん的にはこれどうにかならないですか。いや俺はそんなに、本当っすか、そんなにそこまで。この2本のシャークアンテナ、うん、これは割とこう外観のこの統一感からするとちょっと浮いてるかなっていう。まあもちろんない方がね、ない方がスッキリしてるし、でもアンテナだからは撮れないのと、あとこっち側にカメラがついてるんですよ、ね、カメラ、そのインナーミラーのね、はいはいはい、ルームミラーのカメラがついてる。だから現状これはどうすることもできない、できません、まあ、今後に期待ということで社会で何か出てくるかもしれない、はい、かもしれない、はい、こんな感じなんだ。だからリアなんか今後しようと思ったら、うん、飯村さん的になんか提案するものってあるんですか。リア、はい、エンブレム取っちゃうのありなのかなしなのかとか、まあ、エンブレム取っちゃうのありっちゃありかもしれないけど、でも本当にこうなんかでもそっちなくてもいいかなって気がする。年すぎ、これはなくてもいいかな、はい、うん、でもこれ白だから、はい、白黒になってるけど、これ黒いボディカラーだったら確かに何もないよ。確かに、そうするとまたホイールの選択肢とかちょっとそのアフターパーツで何か出た時に、うん、つけるって言った時に、うん、だいぶ変わってくるかもしれない、ね、そう。だから逆に真っ黒の車だったらこのレンジローバーっていう文字がなんかちょっとこうシルバーとか、例えばね、例えば白とか、はいはいはい、なんかそういうのでもいいんじゃないかなと。なるほど、うん、じゃ あ, あの黒頼んだぜなんていう方がいらっしゃいましたらぜひご相談いただければ、そう、多分飯村さんがいろいろ悩んで提案してくれると思いますので、はい、こんな感じのエクステリアになってます、はい。さあそして今回あの雑談なんで、はい、あの中も見ていいってことなんで、はいはい、中初めて見ます。はい、行きます。はい、はい、これまずドアでかすぎじゃないですか。ドアでかいよね、信じられないぐらいドアでかいんですよ。めちゃくちゃでかいよね。しかも結構開くっすね。開くね、そう、開口角度っていうので当然のどこでもドアなんですよね。もちろんドアブレーキ なしというかそのどこでも止まるタイプってことで、はいはい、もちろんで。そしてリア、これ内装めっちゃかっこいいっすね。これやばいでしょ。これかっこいいっすね。全部クリーム色なんですか。そう、はあ、シートベルトとかもそうです。いやこれやっぱりロングがいいと思う、はい、やっぱりちょっとあの重症患者予備軍みたいな感じします。はい、もうここまでなったらもう止まらないんじゃないかなっていう。以前に別の作業でショートを見させてもらうことがあって、はい、ショートはやっぱりちょっと狭そうだ。あ、なるほど、後ろに座るってことを考えるなら、
そうするとこの中の色ももう車個体それぞれじゃないですか、うんうんうん、で使い方も結構変わってくるってなってくると、うん、やっぱりホイールの選択肢とか色のそのどうするかとかっていうのも結構関わってきそうな感じを感じます、ね、はい。でルーフもレザーなんで、あ、そっか、ルーフがレザーできるって結構もうメーカーに限られてるから、これステッチ入ってるレザーなんですね。そう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 、アルカンターラはねよくあるけど、はいはい、レザーのルーフってなかなかメーカーがないんで、じゃあ本当にあのロールスとかベントレーみたいなちょっと本当にホイールだけ気が利いたのにするだけで、うんうん、めちゃくちゃかっこよくなるポテンシャルがすごいかっこいいある車だなっていうふうに思います、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、かっこよかったっすね。めちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃおしゃれで爽やかな感じが、そして今っていうのにすっごく合ってる気がするんですよ。なんかもう本当にあの本国にシェアされたあの速度感もなんか本当に納得っていう感じの仕上がりだったの、うん、で飯村さん的に、まあ、この車に続いてなんかこうやってみたいこととか、はい、あ、これなんかすっごい面白そうなんだよとかってあります？まあ、今回は本当にスタンダードなボディカラー、白で黒いパネルみたいな感じだったんで、まあ、ちょっと変わった色とか、例えばそれこそさっきの真っ黒とか、真っ黒見てみたいですね。真っ黒の方がなんかやり方がいろいろありそうな。でも今瞬間的に真っ黒に真っ黒い935が想像できたでもそれもなんかめちゃくちゃかっこよさそうな気がします。うんうん、あとマンソリーもね、レンジはもう昔から外さない、まあそうね、レンジ、ロールス、ベントレーはねもう絶対マンソリーがやるっていう形で、今回もワイドボディを出してるんで、その前に出てたソフトキットみたいなんで、リップだけとかサイドだけとかっていうのは個人的にはちょっとなんか外したなと思ったけど、あ、なるほど、まあ、でもそれも仕上げ方次第じゃないですか、うん、多分、うん、車高だったりタイヤホイールだったり、うん、あとボディカラーだったりとか結構違ってくると思います、はい、であと他にも今こうカスタムシーンも真っ只中の車なんで、はい、まあ、いろんなパーツが今後出てくると思いますよね、うん、はいはい、というわけでその辺ご相談いただければ、はい、旬なものから、はい、定番のものからご提案できると思いますので、ぜひ飯村クリニック飯村店長にご相談くださいというわけでボンドチャンネルのチャンネル登録とあと各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。